はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、散歩系というわけで散歩系の実況をしていきたいと思います。すいません、ちょっとね体調が芳しくないんで横になりながら撮っております。なので変な雑音が入ってたらごめんなさいマイク塞いでないかちょっと心配だな。というわけでですね、散歩系はもうすぐ1周年ということで、感謝の気持ちを込めて宝条合計200個プレゼントというログインボーナスいただきました。ありがとうございます。特別なプレゼントがあるよ。やったぜ、頂戴していきましょう。でだ、なんかいろいろ更新が来たと思うんで、更新情報を見ていきましょうよ。オールドットネットのメンテナンス、オールドットネットがなんか不具合が出てるとかって言ってましたからね、多分それのメンテを行ったというところですね。朝2時から6時終わってます。ああ、今日でしたね、今日あれでしたもんね。うん、この時間帯はねゲーセンもほぼプレイできないからね、まあ3時ぐらいまでやってるかな。うん、出た。次、なんかこれもあれですね、一部副将の能力文言が修正されたということですね。リツーの異性優諸葛閣知力知、当主の知優前、修正前はウェーブ開始時にアップ、釣りウェーブ進行時にアップ、進行時、あ、開始時っていうとまあそりゃ語弊があるよってことかかな。進行時っていうのがいまいちちょっと分かんないですけどね。家庭で上がるってこと、ウェーブ開始時だったらほんとその次のだいたいいつも3ウェーブまであって、その頭で上がってたんだけど、進行時か。あんまり意識して使ってないんで、ちょっと私には何とも言えないところですね。そして、はい、さっきのですね、こちらですね。そっか、もう1周年になるんですね。ん ?4 月か、そっか。そんぐらいでしたっけね、散歩が始まったのはね、カミカミでしたが。ああ、そんぐらいでしたっけ。散歩ってよく考えたら、私、もうなんか、1、2年やってるようなつもりだったけど、まだ1年経ってないですね。そっか。ん？去年の4月頃。あれ、あの頃だったっけ？そっか。なんか散歩系結構ね、前の職場とかの休憩時間によくやってたから、なんかね、だいぶ昔からやってるイメージがあるんだけどね。そうですか。なるほどね。割と1年間ってね、短いようで長いようで、長いようで短いというか。で、まあ、宝珠がね、計200個もらえるよということでお得なんでね、ぜひね、皆さんね、この機会に宝珠をゲットしてガチャをいっぱい回しましょう。ね、戻っていきましょう。はーい。あ、全開してる、スタミナ。で、まだお知らせあるよね。で、はい、それ見ました。あ、でも特に変わりないか。はい。というわけですね。あ、終わりました、ね。そういうわけで、あとがですね、まあ一応イベント、まあ、女夫人のやつ仮イベントやってまして、あれが終わったんですね。騎士祭のやつが終了したと。うん。私ね、ちゃんとね、ちょっとね、危なかったんだけど、ちゃんと最後までね、はい。進行度10まで頑張ってあげましたよ、騎士祭さん。で、あれなんでね、5軍の5章。5軍の5章っていうか、5伝の5章が追加されるのはね、5月頃って言ってましたからね、まだまだ先ですね、5月中旬とか言ってましたっけ。中旬だから25日とかそのぐらい。なんで、まあ、女夫人のね、まあ、まだ鬼級こづいてるぐらいしかやってないんで、これはバリバリとやっていきたいですね。あとはまた、ランク上げに専念したいかな。まだあと3上がりますからね、ランクがね。で、違う。ごめんなさい、だいぶね、脳がとろけてるんですよね。違う、進行。一応ね、実際がマックスになったよっていうのをお見せしておきましょう。そしてそれで今回は終了となります。
まあ、またまったりとね、いろいろとね、やっていきたいと思います。ああ、こうですね。実際いますね。進行度マックスになっております。やりました。でも今回もね、50が全然引けなくて。てか、ほんと、まあ多分確率で言えばね、50が定格で、30がそこそこ。まあ30も全然引けなかったな。で、20が多分デフォなんで、まあ20ばっか引くんですけど、50が全然出なかったから、結構苦労しましたね。うん。間にやり損なったりとかしてたから、ちょっと忙しかったり、体調が悪かったりでね、あんまやれてなくて。で、また最終日。まあ、今日の朝方か。にちょっとね、一気に桃使ってガーってやったんですけど、もうちょっとバランスよくやりたかったですね。まあ、その辺は、しゃあないってことで。うん。ってな感じで。引き続き散歩で楽しんでいきやすい。というわけでお疲れ様でした。バイバイです。